こんにちは、みりんです。香川県三豊市にある津島神社、あの橋の向こうの小島に本殿があるという、なんとも神秘的で興味をそそられる神社です。12月に訪れた時の様子。このように、普段は橋が渡れないようになっていて、年にたった2日間、8月4日、8月5日だけ渡れるようになります。待ちに待ったその日、朝6時から開くとのことで、それに合わせていきます。さて見えてきました。床が、ある。すでにたくさんの参拝客が橋を埋めています。朝日でキラキラと輝く瀬戸内海を360度視界いっぱいに歩いていくのは、なんとも言えない高揚感に包まれます。子供の守り神ということで、階段の前にはベビーカーがずらり、ほぼ子連れしかおらずアウェイですが、夫婦円満や縁結びといったご利益もあるそうなので、夫婦仲をお祈りしてきました。本殿の裏からは、瀬戸内海の島々がよく見えます。早起きした甲斐がありました。ご祈祷も大混雑。県外ナンバーも多く見かけ、地域を超えてたくさんの人に愛される場所であることを実感しました。陸の方には出店が並び、1年にこの2日間しか電車が停車しない津島駅が開いたり、夜にはライトアップや花火が近くで上がったりと、特別感満載の2日間。ぜひ訪れてみてください。みりんでした。